はい、こんにちは。山本整骨院関内です。今回は簡単に改善できる O 脚の直し方についてご紹介いたします。 O 脚になってしまうと下半身が太く見えてしまったり、スカートを履くのに抵抗があってしまったり、ガニ股に見えてしまうといったお悩みが出やすいです。特に女性なんかが気にされると思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。 O 脚になる原因は様々ありますが、立ち方が悪くても O 脚の原因になってしまいます。膝の向きであったり、使う筋肉を正しく直してあげることで O 脚の改善につながります。では早速やっていきます。 O 脚の方は膝と膝の間の隙間があります。これは膝の向きが内側に向いてしまっているからです。なのでお尻の筋肉に力をキュッと入れながら、膝を意識的に正面を向けてあげることによって隙間がなくなります。ここからタオルを使ってトレーニングをやっていきます。バスタオルぐらいのサイズを用意していただき、それを畳んで膝の間に挟んで立ちます。この時にかかとはなるべくつけるようにしましょう。ここでポイントとなりますのが、お尻の筋肉に力を入れて膝をなるべく正面に向けてあげることが大切です。挟んだ状態でこのまま10秒キープしていきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10秒経ちましたら、ここから膝を曲げる屈伸運動を行っていきます。膝がお辛い方はあまり深く曲げる必要はありません。この屈伸運動を10回行っていきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 はい、このトレーニングを繰り返し合計3セットやります。2セット目やっていきます。まずはお尻にしっかりとキュッと力を入れた状態で10秒キープします。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10秒経ちましたら、屈伸運動を10回いきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 3セット目です。お尻にキュッと力を入れて10秒キープします。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 はい、では屈伸運動を10回いきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 はい、いかがでしたか？このトレーニングを毎日行うことで正しい立ち方ができるようになりますので、O 脚の改善につながります。内容は以上になりますが、当院のホームページや LINE の登録が下の説明欄から登録することができますので、ホームページの内容を見たり LINE を登録することで毎日健康ニュースを配信しておりますので、ぜひご活用していただければと思います。あと一緒にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、本日も動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。